にちは、私たち夢見るアドレセンスです。もうすごい暑くてですね、ストロベリーだったんですけど、もうだからこれからやるキウイのステージではもっともっと盛り上げていきたいなと思ってます。私は結構あのメンバーのソロ活動を結構こまめにチェックしてる方だと思うんですけど、あのゆうみとかは結構地元の岩手のお仕事やって、開放漬けっていうあの特産物っていうのか、特産品の CM をしたりね、美味しいですよって言ってます。こういうやつですとか、あとは令和舞台やったりとか、あとハノーはグラビアやって見たりとか、結構いろんなジャンルやってるんで、ファンの方も私も楽しませてもらってるなって感じです。やっぱりなぜか自然と秋が近づいてくるとサンマが食べたくなりますね。わかる。でも今ってなかなかサンマ取れないらしくて、高いお金出してでも食べたいなと思っています。金で解決しようとするんだ6人で今夢あるんですけど、それは武道館に立つことです。なのでこの、はい、目標に向かって頑張りたいと思います。ファンの皆さん、いつも夢見るアドレセンスの応援をありがとうございます。これからも6人で武道館目指して一生懸命頑張っていくので、これからもよろしくお願いします。さようなら、バイバーイ。